あ今ゴングが鳴りました、はい、王者に挑んでいく舞田勝森、はい、このブアカオという選手はどんな選手ですか。全ての技ができる選手ですね、まあ、タイのトップレベルの選手はみんなそうなんですが、はい、そこに、バカオ選手は全ての技において、切れ味をするということです。そんな世界チャンピオンにマイタが勝つとすればどんなところがポイントですか。リズムを崩すということですね、はい、この独特のマイタのリズムで相手のリズムで戦ってはいけません。チャンピオンを7歳から覚えた変幻時代のマイタイ殺法で独特のリズムで戦っていきます、はい。ここまで来てまいたらどうですか、立ち上がり。はい、いいですよ。はい、この首相撲なんですが、これがキーワードになりますので、しっかりと、カオが投げられてしまった。カオ選手は、この崩すのがとても上手いんですよね、それをマイタ選手は気をつけなければいけません、はい。これを気をつけないとブアカオ選手のペースになります。さあ日本のマイタ勝森、はい、はい、ちゃんと蹴りもカットしたですね、はい、今前蹴りを見ました、はい、前を詰めていく。そしてここから、はい、プレッシャーをかけてきますね、はい、右のローです。はい、カットされています。チャンピオンの風格漂うこのブアカオです、はい、この離れ際のハイキック気をつけたいですね。離れ際のハイキックに気をつけていきたい、はい、さあ前田よく見る、相手を見た、はい、前蹴りでくる、この前蹴りが非常に怖いチャンピオン、前蹴りまた来ました、必殺の前蹴り、はい、この前蹴り気をつけないとダメですね、ハイキック距離になっちゃう、はい、はい、ブロックします。よく前田は相手のキックを見ています、はい、チャンピオンのキックを見ている。前田選手蹴り返した方がいいですね、はい、手を出せるか、前田今パンチを食らってしまった、前田前に詰めていく、はい、必ず技を返した方がいいですね。さあこの首相撲、膝が入った、また膝、チャンピオンの膝が入ります。前田はこの首相撲を応戦していきます、はい、井原会長も見つめる、井原会長が送り込んだ日本期待の前田、さあ粘って第1ラウンド、ここで終了。第2ラウンドはどのようになっていくか、はい、ブアカワ選手出てくると思いますよ。第1ラウンドは様子見だったチャンピオン、はい、さあパンチ打った、いいの入りました、パンチが入りました、はい、いいですよ、この後蹴りにつなげたいですね。積極的に前田が出てきた第2ラウンド、はい、チャンピオンもそれに応戦、前蹴り、はい、前蹴りからそしてミドル、前田も応戦、調子がいいですね、前蹴り、前田も足技が出てきました、はいはい、この後蹴り返さないとダメですよ、このすぐ後、はい、すぐ後に注目、あーっとここで1回離れますチャンピオン、ブアカワ選手のペースですね、はい、あ、この膝が、膝が膝一発、日本のマイタリンクに沈んだ、はい、ボディですね、ちょっと厳しいですね、首相撲からのこの膝一発、はい、はい、ちょっと厳しいですね、はい、ブアカワ選手出てきますよ、はい、これここからもうボディ集中的に来ると思います、はい、また入ってきた、マイタが苦しくなってきた、はい、ボディ集中的です、ね、投げられます、はい、ここはスリップ、これなんですよね、ムエタイの独特の攻めというか、首相撲からの膝蹴りですね、マイタはこのリズムに乗っていけはいけません、はい、前に出ていけ、マイタさあ踏ん張りどころ、左の入り切ったパンチ、はい、ボディですね、入ってきた、はい、やはりボディですね、また連打、チャンピオンがじわりじわりとその実力を発揮してきた、王者の実力が入った、右膝、はい、ボディの膝ですね、また膝です、ここでタオルが入って試合終了、日本のマイタ世界チャンピオンの前に何もできなかった、マイタ選手、ボディの膝なんですが倒れ方がちょっとあれなので、ちょっと何か、危ないですね、この倒れ方、日本のマイタをマットに沈めたチャンピオンブアカオ、その王者の実力を存分に発揮しました。